はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、先日アップしたウドバナのちょっと反省会をねしようかと思います。まあ、一緒に行った時はちょっとね反省会をして、まあ次回にちょっとねその超過をつなげていきたいなというところで、まあちょっと急いに行った時はね、その年間何十回も行かないから年間多くて10回ぐらいじゃない、1年間で、ね、多くて10回ぐらい行くか行かないかぐらい、平均5、6回とかぐらいが多いんじゃないかな。なのでまあ、その行ったらまあちょっとね急いのこういろんなね点が反省するとこあるのでちょっとまあ反省しながらちょっと本当それを次回につなげていけたらなということでございます。まあ、今回ね使用したタックルはもうこの通り、ファイヤーブラッドのデクストラル、シマノの、はい、スットブレーキの、やつ右負けのやつね、右利きの右負けのやつで、アリスミチートはワールドプレミアの 1.5 号でしたね。1.5 号でも別に切れることはなかったんで全然良、かったんですけど、まあ、仕掛けはそれでまあね問題なかったかなと思います。でまあとにかくね午前中ですよ、午前中もうなんだろう、ずっと10時半11時ぐらいまでもう仕様が真鏡状態です。これはですね行ったら良くなるまではないんだけど、特にまあ自分の場合ですよ、壁に上がるとそのなんか鏡になる確率がすごく高くて、2回に1回壁でなってるかなっていう、ほんとその舞台なんて言うんだろう、自分の場合ですけど特にねその壁、今回ウドバナに上がったその横の壁という場所があるんですよ。今年多分一番当たりな場所ではあるんだけど、その壁に上がると、まあ、狭いのは狭いんですけど、もうその鏡状態すごくこうなりやすくて非常に釣りづらい。やっぱ鏡状態ね、まあ、今回ウドバナでまた鏡状態がね続いたんですけど、やっぱ朝一からずっと鏡状態になってると、しかも長いんですよね、だいたいもう早くて10時ぐらいに終わるとか、やっぱその後釣果もやっぱ伸びにくいなっていうところなんですけど、でも絶対魚はねどっかにいるんですよ。ただそれがね見つけられないし、それをこうどう攻略していいかもね分かってない。自分のこの釣りっていうのはもう独学でただやってるだけなんで、別に上手い人に聞いてこの口太釣りをやってるわけじゃないので、やっぱねそこら辺をねもうちょっとこうね、こう仕掛けをどう入れたらいいかっていうのは分かればね、もうちょっと釣果につながるかなと思うんですけど、鏡の状態がある程度落ち着いた後ですよね。まあ、今回に限ってはちょっとあれですよね、また潮がまあもう投げるたんびに変わるっていう、もう巻き、自分ではこうね巻きを巻くじゃないですか、巻いた後例えば10秒とか15秒20秒で時間を置いてその棚に合わせて仕掛けを入れていくっていう感じなんですよ。もう単純にですよ、単純に10秒置けばだいたい竿1本分ぐらいを狙ってるって感じです。で15秒なら竿1本半ぐらいとかで、20秒置けばだいたい竿2本ぐらいを狙ってますよといった感じです。だから一番ね本当に最後の最後の一投の時はあれね15秒だったかな確か、だから1本半ぐらいを狙ってたんだけど、食ってきたのは2本以上、だいたいというかまあその前後ぐらいね、1本半、15秒の1本半前後ぐらいを狙ってたんで、なんだろう、まあそれで合ってるんじゃないかなと思ってます。で何だろう、その時間を置くんでこの巻きへの流れをよく見てないと、逆に投げてたら意味ないから、やっぱ基本的には潮髪なんですよ。こう巻きを巻いたらこっちに流れてるなら潮髪だから仕掛けをこっちにこう流れてるここに入れなきゃ意味がないです。潮を地毛に入れたって巻きが先に流れちゃって仕掛けが後から追っかけたんじゃ同調しないじゃないですか。だからその巻きへの何かあんまりね、多分動画見てると自分であまり見てないように見える時もあると思うんですけど、一応負けの流れはちゃんとよく観察はしてるんですよ、合わせるためにはね。だからそれをねよく見ながらやってても、なんかすごいもう今回流れが変わってたから、投げてこう、あ今左流れだと思って、左流れだからこっちに投げる、あれと動画的に合ってる、あれ
合ってるかな。まあその、まあ、塩紙に打つたら逆に流れ、そうそう、 ある程度仕掛けが入ったらこう逆に流れ出したとか、もうやっぱ5メートルぐらいまではギリギリ巻き絵って見えるけど、それ以上深いところってもう分かんないんで、だから竿1本ぐらいから入ったかなっていうところから急に逆になるから、ああもうこれ食わないわみたいなっていうのがね、まあちょっと多かったかなっていう。まあ逆ですよ、まあ、左右だけじゃなくて投げてだ手前に寄ってくるとか、左に流れてるから、ね、左の、ね、ちょっと 潮紙側にこう巻き絵の円があるじゃないですか、ね、巻き絵の円があったらその潮紙側こう流れてたら、こう流れてたら巻き絵のこう 円を作って巻いて、それの潮紙側でこっち側にこう流れてくみたいな、いいですか、なってますかね。まあそういうね、こう流し方、上から見たら、上から見たらこう巻いたらこう流すね、四角形をここに入れてこう流れてたらこう流すっていう感じですけど、こう流れるからと思ってそうやって流してたら、その巻き絵はこう流れてるんですよ、こう上から見たらこう流れてるのにこうなるみたいな、わかるんですよ、こう当て字になっているみたいな、いやほんとね、いやーもうどうしようみたいな、そういうのがね、もうヘルプヘルプヘルプ状態でした。まあ、とにかくその安定しないんで、まあ、できる限りこうちょっと広めにね、できる限り散らして広めにこう巻いて、もうどこ狙っていいかも分かんないですよ。潮がこう安定してこう流れるなら、ね、普通ならこう ある一定のこう流れがあるじゃないですか。流れの中で例えばちょっと上の方を狙うとか、ちょっと下の方を狙うとか、多分そういう感じで普通狙っていくと思うんですけど、もうそんな暇ないですよ。頭の中は自分の思考回路が追いつかないんですよ。こう流れるからこう流して、じゃあ時間も15秒、1本半ぐらいで狙うか15秒ぐらいでとか言って流してたら、当て字用で、ね、急にこう仕掛けが一気に入るじゃないですか、当て字用の時。ああだめ、次ガンダムこれ入りすぎだわと思ってね、次の一投でじゃあガンダム外してでこう投げて、あどうせ当て字用でしょと思ったら右に流れてるみたいな。いやそんなんめちゃくちゃって、で右に流れてて上は風でビューって表層が左に流れ、仕掛けはこう右に流れるから、これ仕掛けが全然もう浮きが浮きっぱなしでずっと入らないみたいなのとかね、結構多くて、いやーこれはね、まあでもこう今回ねちょっと、まあちょっと思考回路がちょっと自分の中でもなかなか追いついてなかったんだけど、それなりにはこうちょっと一歩レベルアップはしたんじゃないかなっていうところはあるんですよ。こう説明、どう説明していいか分かんないんだけど、こうならこう対応すれば、あこれで食ってくるんだっていうのはね、一歩1レベルぐらい上がったんじゃないかなと思います。で、まあその次の反省点じゃないけど、とにかくね、当たりがちっちゃいんですよ。もう本当に竿先に降りた、竿先なかった。まあそのね、まあ、1時過ぎぐらいからかな、ある程度こう潮がね、まあそのもうほんと毎頭っていうぐらいこう結構変わってはいたんですよ。変わってはいたんだけど、なんとかかんとかで巻き絵と合ってたのかなと思うんですけど、結構ねこうちょいちょい当たりはあったんですよ。でもほんとね、ほんとにもうちょいっていう、えだからもう次来るかなって思っててももう来ないです。何にも来ないんですよ。餌取りがいるかって言ったらね、オキグロって基本そんなにいなくて、たまにこう下に巻き絵巻いても何も寄ってこないんですよ。たまにねちょっと潮変わったかなって巻くと、あの黄金スズメダイがちらほらって出て、あともう何もいないみたいな。基本ねこの時期ってそんなにオキグロ島っていうのは餌取りが少ないですけど、だからこうちょっと投げて遠投すると、大体もう食ってくったら大体グレー、大体ね。コガネスズメダイがあんまりこう沖に出るっていうあれもないし、まあ、今回特にまた潮がねコロ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 変わってたから、隣の壁の人が自分が見た限り多分10は釣ってないぐらいやったんで、アコが今一番釣れてるのに、だからその今回行った前の1個前っていうのかな、のウドバダの時ね、最初に上がったウドボダの時は壁の人は40枚ぐらい釣ってましたからね、40何枚とか釣ってたね、自分の 1.5 倍は釣ってましたねっていう、それが釣ってたんですけど、今回はね本当に10は釣ってなかったと思います。自分が10、多分12かな、12か13枚ぐらいでした。
本当に当たりがね、当たり本当に本当に竿先がヒュッてここ終わりみたいな。その後ずっと何も来ないです。それで合わせてもね、この本当に竿先がスーッてこう本当にこう動いて合わせてもまず乗らないし、本当竿先ある程度グーッてこう乗るまでね、だから途中でかかったやつって大体スパッてこう竿先がこう持ってかれるような、そういうあたりで合わせてかかる。でそれでも取れる確率として多分今回2分の1ぐらいだったんじゃないかな。一瞬乗るんだけど外れちゃうっていう、なんかねそういうパターンがねすごく今回多くて、でハリーが3号、ミチートも 1.2 号、もうこれ以上ちょっと下げれないっていう感じです。でハリーが小さいからね、じゃあかからないじゃないっていうね、小さすぎてねかからないんじゃないって思うんだけど、針が4でも結局かからないし、まあ自分の腕のあれかもしれない、こうタイミングとかねいろいろあると思うんだけど、どうせやかかるのって、ね、もうどんだけどんだけが餌の付け方をね結構こうね、動画で映ってないよね、映ってないと思うんだけど、こうめちゃくちゃ小さくしたりね、ちょっとなんだろう、普通のオキアミのこの甲羅っていうのかな、皮っていうのか部分を剥いてちょっとつけてみたりとか、まあいろいろしましたけどね。であんまりね、針が3号だからといってあんまり小さくその餌をつけてもこれ食わなかったんだよね。面白い、小針小餌っていうけど、小餌すぎるようなこうつけ方だとね食わないですよ。何回か流して多分1回も食ってないんじゃないかな、当たりすらもなかったんですよ。だからそれなりにこうちょっと身がプリッとした、小さい身がプリッとしたなんかオキアミじゃないと反応がなかったみたいな。ほんとね、もう餌のこの小さい感じでもほんのちょっと違うだけでも反応がこれほど変わるのかと思いましたね。でそのつけた餌もそのプリッとした感じでつけると不思議と当たりはあるし、そのなんか噛んだ感じの形跡はあるんですよ。触ったな、全く触らなかったらやっぱそのまま帰ってくるんで、基本的にはね、よほど潮がガン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 流れてこう針からこう外れかけみたいなことにならない限り、基本的にはそのすぐその辺周辺を狙ってて、でそんなにガン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 流れてる時は別として見てもやっぱなんかこう噛んだ跡はあったりとか、まあ、それがグレとは限らないかもしれないですよ。 100% グレとは言い切れないですけど、やっぱ何かしらこう反応があったんで、まあ、自分はねグレじゃないかなとは思ってますけど、もう本当ねいろいろこう小さいことですけど、勉強になったかなと思います。であとね今回ですね、特にその夕方夕末めぐらいかな、2時過ぎからとかぐらいなんですけど、結構棚のこう上下が激しかったですね。食ってくる棚が、オキグロは自分、まあ、それなりにねこう通ってはいますけど、そんなにねこう幅広いって感じじゃないですよね。今日は2本なら2本前後ぐらいがメインとか、まあその、まあ、人の釣り方とかその塩とかよると思うんですけど、あんまりね1本ぐらいでこの時期に食うっていうのは、活性がいい時は食うんですよ。この前の時に限ってなのか、まあその塩の関連か分かんないですけど、とにかくこう何て言うんだろう、こう棚の上下がすごい激しくて、深い時はもうほんと3本ぐらい、もうかなりそこまで入れてね、ガンダム足して足してとかずっと入れてって食った時もあれば、全然こう上の方でね俺の反応が早いなみたいな、でもそういう時はもうグレが青いんでね、やっぱ活性がいいからバーンって食ってきたのかなと思うんですけど、基本的にやっぱねなんかこうオキグロって深いとこで釣るっていうイメージが自分強いんで、大体基準としてはこの時期2本ぐらいで見てるって感じですね。釣れるかなっていう印象で流してることが多いんですけど、いやーわかんないねグレーは最終的にはわかんないねと思うんですけど、だからまあ最後のその棚のねこう調整をもうちょっとこうまくしてたら釣れたのかなと。だから1本半ぐらいなら1本半ぐらいでずっと釣れるかなっていう感じで流してたのもあるんですよ。その一頭一頭がちょっともったいなかったなと。やっぱ釣れなかったらすぐ一個ちょっとでもガンダム足すとかして、もう一歩深く入れてたらその
ね、下に下がった魚が釣れたのかなと。もうこれ判断がまあ難しいとこなんですけど、結構そのね、釣れなかったらこうちょこ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 ね、深めに入れてったりして食ったりしてたんですよ実際に。ここまでに行き着くこう考えがね、なかなかできなくて、やっぱどうしてもさっきじゃあ1本半で食ったからしばらくこの1本半で流そうってなるじゃないですか。これがね、今回ちょっとダメやったとこかなと。だから釣れながら1本半で何回か流して釣れなかったらすぐ1個ガンダム足して流してみればよかったんじゃないかなっていうのが、まあ今回の最終的なあれですね、一番発生するとこかなと。いやー、ほんとね、ほんと上下が激しかった。いや、ほんと浮いてるときはほんと1本ぐらいでバーンと食って連発して、でまたしばらく開く、でしばらく開くっていうのは結局その1本なら1本ぐらいを狙ってしまうっていうしてしまうと思うんですよ。それをほんともうちょっとね、こう回転よくこう深く入れたら深くちょっとずつこう下げてってまた上げてってとか、まあそんな言ってもそんなにさ、その極端なこうね、一気に3本バーンって俳優度で入れてるわけじゃないし、 2,3 頭ずつでもちょっとずつ変えればね、もうちょっとこう枚数とかサイズとか出たんじゃないかなと思いました。まあ、自分も年にそんなに磯に行くわけじゃないから考えがね、まあ、今回ましてやもう潮がこうね、コロ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 あったから、それの考えでもいっぱいいっぱいで、次の一投っていうか、次どう流れるか、次どう流れてどう流そうかっていうので、もう頭いっぱいあったんで、もうちょっとねその辺が余裕ができたら、その仕掛けのその棚とかももうちょっとこうね、もうちょっと上にしよう、もうちょっと下にしようとか考えれたのかなと。これが潮が安定してこう流れてれば、もうちょっと上を狙うとか、もうちょっと下を狙うとか、そこに考えいくから、もうちょっと釣れたんじゃないかなと思うけどね。でも潮がこうガン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 変わったから、それだけにとらわれず、ただ仕掛けのそのある程度どれぐらい入ってるかっていうのをね、もうちょっと考えればね、うん、よかったかなと。そのまあなんだろ う、 こう午前中のそのね鏡状態っていうのが続いたっていうのがちょっとね、多分昼過ぎまでちょっと引きずってプラスね、潮が結局安定せずっていうところで、もうちょっと考えをね、頭をもうちょっと柔らかくして、次回ね磯に行った時に釣果の方につなげていきたいなと思います。皆さんこれ見て参考になったかどうかわからないですけど、今年はね、まあ沖黒島ねよく釣れてるみたいなので、機会があれば、行ってみてください。はい、ということで、今回のね大分県与野津は沖黒島のウドバナの反省会を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。